マルサンホビー動画チャンネル、えー、9月13日再入荷品のご紹介です、えー、いつもと趣が変わって今回はウッディー城の、えー、木製の船、えー、建築物のご紹介になります えー木製の本格的な建築物とえ船になりますけれども、あのー、ちょっと難しそうだっていうことがすごくよく聞かれますけれどもそんなことはありません。なぜかっていうとあのウッディ城の場合はです、ね、材料から削り出しゃなくってあのレザーカットってメーカーの方ではある程度あのカットしてありますので思ったよりも特別な工具が必要とか、あのー、えー特殊なあのあのー。 えー、技術がないとできないと思われている方もいらっしゃいますけれどもメーカーのホームページを見てもあの建築物なり船の完成品とあとはあのその作業時間が何十時間それしか書いてないんですねですからやったことない人だと分かりませんので、えー、と中をちょっとご説明しますとこのように。 平等院法度ですね。これは木製の建築物の方でもかなりあの、えー、と大物の方になります。ただ説明書はすごく根節丁寧にプラモデルの会社だけあって、このように材料ごとにあの分かれてますのであの、特殊な工具っていうのは必要ありません。普通のカッターとかヤスリとか、でおすすめなのは、えー、と瞬間接着剤のよくこの えと流し込みができるような例えばこの OK の FX だと低粘度でさっと流れますので船の流骨とかあの建物の部分部分を作るときには非常に助かるもので店頭でもよく売れてる、えー、と別売りの品なんですけれどもこのくらいは用意されてるのがいいと思います。であとあの一番わかりやすいのはこのような説明書がまるでプラモデルみたいになっててですね、あの最初に必要なこの工具の、まあ、大体えと一通りなんですけど特にあの特殊なあの変わった工具というのはあまり必要ないんですね。 すりとかあと接着剤になりますんで,でレザーカットでこのように番号順にカットしてありますんで金時代があの柔らかい木を使ってますんであの、えー、と構えるほど難しくはないです。で特にあのスキラや別としてですねあの組み立てやすいっていうと建物は四角いやつので例えば平たい平等法道とかでもあの箱物を作っていくものですから比較的作りやすい方になってます。 で細かい飾りのところとかありますけどいきなりプラモデルみたいに一気にはできませんからこの辺は少しずつ少しずつやっぱりあの積み重ねで作っていきます。やっぱりあの、えー、とうまく作る必要はないんですけどこの正確に作っていくっていう感じでっ、えー、とでカッターとかヤスリとかで手直しはできますんでプラモデルとは全然違いますんで、あのー、多少手はかかりますけれども、えー、と出来上がるとものすごく立派なものになります。ですから中にはあのー まあ木製なんですけれども、本当に端っこの飾りはこういう金属も使ってますので、この辺はプラモデルの色であの塗るようなやり方ですね。えー、このようになってますんであので、こういう板形も全部打ち抜きでレザーカットっていってあの抜けるようになってますんであので、えー、糸の形とか,かで細かく切るような必要はないんですね。だからこのように非常に、えー、と本格的なものでも、割とあの比較的あの組み立てはあのやりやすい方になってます。で同じようなグループで、 とかですね。これも同じようにレザーカットになっていてで代表的なところだと五重塔とかですねで特にこういう五重の塔なんかでもさっきのレザーカットと同じようにしてますんで塔の場合はあの初めて作る方でも割とやりやすいっていうふうにはあのお声はいただきます。ここううういい細かいパーツはこうあって、 あ,のあるんですけれどもレーザーカットで済むのとあの要はの箱物を5つ並べるわけですからあの1つ作るとその手順があの覚えますんでその次次次次っていう感じになってますから比較的初めての人でも作りやすい方になってます。 それでもやっぱり部品は多いものですからあの時間をかけてゆっくり作るのが一番ですね。で昔と違ってあの先ほどの接着剤とかあの、えー、と性能が上がってるものがかなり出てますんであので作業時間は、まあ、急げば急ぐあのできますけれどもこの辺はやっぱりじっくり,やっぱり作りたいところがありますので時間をかけたものだけあのいいものができます。ですから工作の精度としてはあの、えー、と熟練している方でなくてもこの辺は割とやりやすいというふうにはお声がよくいただきますので。 えとこのようにあとはそれを1つずつ1つずつ1つずつ作っていますので割とやりやすいところがありますね。ですからもうあのこれの場合はあの、えー、と時間をかけてもゆっくり作るっていうことになりますんで完成するととても素晴らしい絵になりますからこれなんかまあ実際実物大なんですね。だから大人の手で、えー、123つくらいですね。であの実物大であのこのくらいの大きさだと立派にあのもうどこの。 ところの飾りにも出しても全長4 7センチですからあのまず人目を引いてあのプラモデルの質感とはもう違うものですからあのぜひこういう風に飾りになりますねであと同じメーカーで、えーとまあ、代表的なものだと木製ハンセンですねこれはもう代表的なのでまずあのハンセン模型でこう何か作るのが迷ったっていうと カティサークが一番おすすめですなぜおすすめかというとですね、船の場合はここのところを板張りを全部しなきゃいけないのとあるんですけど、まずこの穂が少なくって、針線がこうすごくやりやすいんですね。で、カティーサークの工作ができるもの人でしたら、あの他のどんなの、えー、と難しいような帆線でもあのできます。これが一応、 作り方のお手本みたいなあの感じのモデルになってますんで、えー、とこちらの500分の1のカティーサークは、えー、と全長が、えー、と大体 90cm 弱なんですけれどもちょうどいいくらいの反省のタイプで説明書も分かりやすくレザーカットで済んでますでこのようになってますんで細かいとこは反省ですから偽装がすごくありますんでこのように金属のでこの辺はできたらプライマー塗ってっからプラモデルの色で塗れればなお まあ、いいですね。細かいヤスリとかあえっ、ー、と鎖とか、えー、こういう金属系なんかもやってます。この辺がちょっと建築物とはちょっと違って丸い棒のやつをマストとか削ったりとかして合わせてこの側板を貼ったりとかしますんでで、糸も当然貼らなきゃいけませんから。あの建築物よりはあの手はかかります。 ただこの辺の趣味のものはあの難しい優しいというよりもあの建築物作りたいとかあの船をやっぱりロマンがあるからこっちの方がいいっていう人とやっぱりその辺はもうお好みですからあの、えー、とじっくりかければあの時間だけかければできるようになってます説明書もひこういうタイプにしては非常に分かりやすいんで、えー、と先ほどの接着剤があればなお作業が済みますんでこのように最初は龍骨を。 組んでいてこの時に先ほどの瞬間接着剤があると作業が非常に正確に早く進みますんでおすすめの FX が用意した方がいいと思います。でこのように作っていきますし木自体が工作しやすいんで安いとかで簡単にあのカーブとかも作りやすいんで、えー、とにかく時間をかけてやっていくようになりますね。でこのように1枚1枚ややえっ、ー、と貼っていくようになります。で。 これでもう木目の方を気にして、えー、と一つ一つやっぱりじっくりプラモデルの型でポンと合わせるんじゃなくって一枚一枚貼りますんでやっぱりヤスリとかでそういう修正しながらやります。このタイプですね でプラムドリアさんだもんで一応下地を塗って塗装をしなさいっていうのもありますけれどもこの辺はお好みが分かれて木のまんまっていう方もいますこれは一つの例であの下に木をあの化粧板仕上げっていってですねあの木の方をあの下地をしてサフェーサーを塗って紙でやすってっからあのカッパー銅色とあの黒を塗ってっていうのはカティサークルというのは現物は銅板が入って貼ってあるんですね実物がそれを表現するためにあの銅色カッパーを塗るようになります。 でこのようにしますけれども、えー、とちょっと木目が出ないとやっぱつまんないっていう人はあのーえー、とそのままの人とかあと西仕上げに仕上げる人なんかもいらっしゃいます。あくまでも一番、あのー、丁寧に塗った場合の、えー、とご説明だと思ってください。ですからあのいろいろあの小さい箱の組み立てとかマストとかそういうのがありますからやっぱり建築物から見ると手はかかります。で、えー、とこういうのであのマストっていうのは根元が太くて先端が細いですからそれはもう実際紙,でや紙やすりとかでやすってあの合わせていきます。 そして3本のマストを立てるんですけれども、あとはあの針線があります。ちょっとあの他の船に比べると少なめですけれども、あのそのえっ、ー、と一つ一つあの折っていきますから、もうこの辺は時間をかけてやるしかないんですね。で、ちゃんと滑車を使った帆船の針方あの線の針方とかそういうのもついてますので、まああの途中嫌になったらやっぱ休み休みでいいんですけれども、じっくりあの構えてやります。これでもカティサークは骨なしなもんですから、あのまだあの手間がその なない方なんですけれども同じカティーサークでも、えー、100分の1でほつきっていうのもあります。それはちょっと布の方をやりますからその分だけちょっとあの多くなりますけれども、えー、と船体同じでも雰囲気があの全然変わってしまいますからあのこういうものであります。でもしあの、えー、そのほなしでよければあの一番最初に反発線やるんでしたらこれが一番おすすめだと思います。でウッディー場ではいろんなあの反戦とか船を作っていまして変わった方だとこういう。 アスカですね。こういううういい木製のののの分ここ系タイプも作ってます。これもやっぱり本格的なタイプなんですけれども説明書が分かりやすくて同じくレザーカットですねでやっぱりウッディジョニーとかもちゃんときっちりこういうパ,あのパーツとかもしっかりしてますから、えー、と台座までついていてレザーカットでこうやりますから半線ほどはその穂の分がないですからあのやりやすいと思います。 さんもうこの辺は好き好きですね。とやっぱりこう優雅なあの。えっ、ー、と客船のタイプで。やるタイプ。これはこの辺はやっぱり流行を使ってやりますけど、えっ、ー、と先ほどのカティサーフとは違ってちょっとこう。現代風なもんですから。あの板の張り方も変わってきます。この辺の方のがやっぱり合わせて、あの紙やすりで合わせてやっていきますね。このようになっています。 塗装する場合はサフェイサー塗って白塗ってっていうこの塗装ですけど、この辺もやっぱりお好みがわかりますから。せっかく木製ハンセンだもんで、ね、木目化したい人はあの木目を生かしたようなあのクリアを塗ったりとかする方もいらっしゃいます。この辺はあの好き好きですね。キッチンに塗るときは、塗装はプラモデルの用のあの塗料で大丈夫です。このようにやりますね。 非常にやっぱ細かいところもあのえっ、ー、と傷を抜いてあるのはこういうのを外国のタイプで一個一個抜くとはものすごく大変なもんですからあのその辺はあの、えー、と飛躍的にやっぱりその辺はもう積み重ねた技術があのウッディジョの場合はありますのでえっ、ー、とプラモデルからステップアップしても何な,なくできます時間だけはかけていただくようになりますねまあ急いでやるもんではないもんですからやっぱりあのメーカーのところでもあの作業 時間ののあ、えー、あくままでで目安っててことで書いてありますからあの、えー、と1年越し以上の人なんかもかなり多いんですねでなかなかここまであの大きいプラモデルもあまりないっていうのとですねやっぱり質感が木っていうことがあってあの出来上がるともうそれはそれは立派なあのディスプレイモデルになりますので、えー、とも,うもう一生もの飾りになりますのであのじっくりこの辺は時間をかけてやっていただくと,あの、えー、と立派なものができます。この辺はちょっとやってみないとわからないんですけどこれが完成のタイプですけれどもね。あの えと木製も使って、えー、と全長が、えー、先ほどのカティーサークルは少しあの、えー、小ぶりになりますけど大体それでも7 0ンチくらいはあるタイプであの台座につけてこういう形にするととてもあのやっぱり質感がちょっとプラモデルと違って重量感があって趣がやっぱり全然違うところがありますんであの、えーとまあ、簡単とは言いませんけれども、えー、時間をかけて丁寧にやればどなたでも作れますんで売って以上で少し。あの えー、やっぱ趣味のもので時間が取れる方なんかはじっくり作る人にはあのおすすめのモデルになりますねですからあと、まあ、やりながら覚えてくるところもありますんで説明書を見ながらあのじっくり使ってあの作ってあのいただくと出来上がりはもう素晴らしいものがあの保証されてますんで。あの あと、あの今、代表的なものが入荷しましたけれどもこのほかにも小型のタイプの船あの建築物なんかも多数取りそえてますので、えー、店頭であの展開もしてますのであの現物もお見せできますのであのぜひこうプラモデルでちょっと物足りないという人でしたらあのチャレンジしてみてはいかがでしょうか。ね このように、あのー、ウッディジョーの木製、ンセン建築物なんかも扱ってますので、いつもとはちょっと趣が変わってますけど、こういうものも扱ってますので、ぜひあの、入荷とかあの気がついたのはピックアップして、動画にあのその都度アップしますので、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。えー、とあと、併せてあのマルソンホビーでは自社サイト、ヤフーショッピング、アマゾンで通信販売も承ってますので、えー、ご要命もお待ちしてますので、よろしくお願いいたします。ご清聴ありがとうございました。